はい、皆さんこんにちは。今日紹介するのはこちら、綺麗な観葉植物ということで、今日は大人気の多肉植物を紹介していこうと思います。はい、今日の植物めちゃくちゃ豪華、見た目がド派手です。形はなんかお花みたいでとっても綺麗ですね。で、この多肉植物はめちゃくちゃ人気あります。おそらくこの動画を見た後に欲しくなる方もいるんじゃないかなとは思うんですけど、実は購入する時に結構気をつけなきゃいけないポイントもあります。ということで、今回はこの植物の紹介と、あとは初心者の方が失敗しやすい注意点、あとは増やし方、管理方法について紹介していこうと思います。興味のある方はぜひ最後までご覧になってみてください。はい、では今日紹介するこちらの植物、種類がエケベリア・ルノーディーンって言います。原種については諸説あるんですけど、何かしらのエケベリアの覆輪っていう風になったタイプです。柄が入るととても華やかになるので、すごく人気のある品種です。で、このルノーディーンは今でこそ値段はもう落ち着いてきたんですけど、以前は1株1万円以上してました。いわゆる高級多肉植物です。多分これ一つでも1万円以上してて、葉っぱ1枚数千円とか、はい、そんな価格だったんですけど、今回買ったこの子のお値段は3300円で、それは通常の価格で、今回セールで買ったので900いくらで購入しました。すごく安く買えたんですけど、ただメルカリとかを使ってやると、まあサイズの大小はありますけど、まあ1000円前後ぐらいから手に入りそうな感じです。ホームセンターとかで気軽に見つけられるかって言ったらなかなかないんで、もしゲットしたいなっていう方は通信販売とかそういうところで購入するのがいいんじゃないかなと思います。で、ここからは購入する時の注意点なんですけど、たまに葉っぱ1枚とかで売られてることがあります。で、エケベリアって葉っぱ1枚からでも増やすことできるので、ああ、じゃあ葉っぱから増やしてやればすごく安く手に入るなっていうことで購入しがちなんですけど、まあ、ルノーディーンに限らず、こういう斑入りのエケベリアって葉差しで増やすのがとっても難しいです。絶対に増えないわけじゃないんですけど、すごく確率が低くなります。特にこのルノーディーンなんかは葉っぱが結構薄めなので、葉差しをしても出てくる前に枯れちゃうっていうこともありますし、あと芽が出てきたとしても緑一色になったり白一色になっちゃったりして、うまく葡萄葉緑素が絡まないで出てきちゃうことが多いです。しかも斑入りでなおかつ覆輪の型で継承されるっていうのはもっと確率が低くなります。まあ、なので葉差し1枚とかでそれを引き当てられるかって言ったら、もうかなり確率低くなりますので、もし欲しいなっていう方は多少高くなっても、まあ、ちっちゃい苗とかある程度育ったものを購入した方がいいと思います。まあ、実際に見ていただくと、これはルノーディーンじゃなくてチワワエンシスニシキです。すいません、ちょっとピンセットでこうやって刺しちゃいますけど、葉差しで運よくこう斑が絡まって継承されると直線的に筋が入るとか、そんな感じになりやすいです。とりあえず斑になったかなと思っても、葉っぱが展開するうちに緑がちになっちゃったりとか、そういうことが起こりやすいです。端っこが白くなるようなタイプっていうのは本当にこう葉差しで得るのは難しいので、これについては知っておいた方がいいポイントです。もちろん不可能じゃないですし、ちゃんと出てきた例っていうのはありますので、分かった上で購入するのはいいんですけど、僕はそれ何回も試すぐらいだったら、その分のお金にちょこっとプラスして苗になった状態のものを買った方がいいと思います。じゃあこういう斑入りのエケベリアを増やす時はどうするかっていうと、胴切りっていうのをしてやると一応増やせる確率が高くなります。で、用意するのはよく切れる刃物で、刃物は一応使う前にガスコンロとかに炙って殺菌しておきます。で、セラミック製の場合は折れやすいので、ハイターをかけるとか、そういうやり方で殺菌します。で、胴切りにもいろんなやり方があるんですけど、今回のはこうやって茎の部分剥き出しになって背高くなってるので、普通にこの頭の部分の下、ここで刃を入れます。こんな感じで、これは一旦置いときます。で、今これ茎が残ってる状態です。
このまま放置すると、この傷口の周辺部分とか、もともと葉っぱがあったこの跡のところとか、こういう場所から新しい子供が吹いてきます。で、その子供っていうのは、負が継承する可能性がそこそこ高いです。今回植え替えとかしないで、鉢のまんま胴切りしました。この状態で切ってやると植え替えのストレスとかはかからないので、改めて発根したりとか根付いたりする体力を消費しないので芽も出やすいです。で、今秋にやってますけど、一応春にやるのがおすすめです。で、これは胴切りした子なんですけど、まあこんな風に子供が吹いてきました。で、この時に親株の特徴をしっかり継いでいるのはこの子ですね。この子はちゃんとしてるんですけど、こっちの子になるとほとんど今白になっちゃってますね。最初順調そうかなとは思いましたけど、やっぱり斑が偏っていて、今最新の葉っぱはもうほとんど白です。で、こういう場合は、またこれを胴切りしてやってもいいんですけど、まあ、取っちゃった方が早いですね。まあ、取る前に一応こういう軸が全然ないものを胴切りするときにやる方法もお見せしたいと思います。これちょっと太いんですけど、釣り糸です。ピント合わないかな。これを、まあ、あんまり下すぎると、下の部分干からびて結局失敗ってなっちゃうんで、軸が多めに残るぐらいの場所で、一巻きします。ぎゅーっと一周して、隙間ね、通して一周して、クンと引っ張ってやると、今、浅かったんで、弾けちゃいましたけど、さっきと同じように切ることができます。まあ、浅すぎると今みたいに弾けちゃうんですけど、もうちょっと深かったら、頭の部分と、軸の部分で、分かれます。これハオルチアなんですけど、これも胴切りしてます。で、しばらくするとこんな風にまた根元の方からは芽が出てきますよっていうのがやり方です。まあ、今回のは負のバランス本当に元の方から良くないので、これは取っちゃいます。グイッと。で、残ったこの子をこのまま育ててももちろん大丈夫です。でも、例えばですけど、これが葉緑素しかない青だったり、全部斑入りの全斑とか幽霊って言われるようなものだったら、思ってた斑入りが手に入らないんですよ。で、そういう場合は、そう、仮にこれがそうだったとしたら、この株も取っちゃいます。まだね、今まだチラチラと小株出てますけど、これが元々の軸。もうだいぶ枯れちゃった。うまく斑が継承しないで出てきたものは、こうやって取ってやれば、またちょこちょこちょこっと脇芽が出てきて再チャレンジすることができます。これはこの茎の部分が完全に枯れちゃったりとか、芽の元になるような組織がなくなっちゃったりとか、そういうことがない限りは、ずっと続けられます。今すっごいちっちゃいのが出てますね。ひょっとしたらこれこのままつけておいたら、上にあったそのでかいやつ2つに栄養取られてたんで今成長してないですけど、これからこの子動き出すかもしれないので、今回これはつけて残しておきます。そう、今お伝えしたのが、こう狙った斑入りを出すための考え方です。うまくいかなかったらやり直す。で、こっちはこっちで前に胴切りして独立したのが今、徒長しちゃったりとかでね、残ってるので、これも胴切りしますね。まあ、程よい場所で、カット。徒長してたんでね、この軸がひょろひょろとしてますけど、まあ、こっからもまた吹く可能性はあるので、これは取っておきます。で、余計な葉っぱとか、枯れ葉とか、そういうのは取り除いて。もし、葉差しチャレンジしたいなっていう方は、左右に揺さぶるようにして、根元のところから取れます。エケベリアの葉差しをするときは、根元のところから取るっていうのがポイントです。これ根元じゃなくて途中からポキッと折れたりとかすると、もううまくいかないです。で、さっきと同じようにね、植え付けやすくなりました。これはちょっとあんまり状態良くなかったですね。なんかこう、周り黒くなって、で、輪切りにした後も、ちょっといびつですよね。これ購入してきたばっかりのエケベリアって、健康的な子だったらあんまりこういう風になってないんですけど、お店の管理とかによってはこういう風になってることがあります。もしお店でエケベリアを買ってきたら、僕の場合は、一旦全部引き抜いて、軸をむき出しの状態にして、ね、仮に引き抜いたばっかりで根っこもじゃもじゃもじゃと生えてたとしたら、根っこ全部切り落とします。そう、これあくまで僕のやり方です。他の人たちは、
もちろんね、猫大事にしますよっていう人もいると思うんですけど、一旦こうやって黒く傷んでた部分とか全部カットして、まっさらな状態にします。で、ここから発根をやり直してやると、自分が使っている用土に合った根っこがちゃんと出てきて、また土に根を張り直してくれるので、さっきの黒い状態のところから徐々に腐敗が進んでくるとか、カビっちゃったとか、そういうことが起こりづらくなります。僕の場合は買ってきたら一旦リセットするっていうのがやり方です。はい、じゃあ次はこの取り出した頭の植え付けをしていきます。使うのはこちら、軽石です。これをまず敷いて。で、一応乾いた状態で使います。で、3分の1から真ん中ぐらいのところでマグアンプを入れます。これ肥料なんですけど、根っこ生えてくるまでは、はっきり言ってこれ意味ないです。ただ根っこが生えてきてから、これに触れて、肥料をもらってもらうっていう、そういうために入れてます。で、こうやって、ならしてやって、ちょっと真ん中凹ませて、さっきの軸の部分を入れて、トン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 と、トントンしてやると軽石密着してくれるので、はい、これで完成です。ただ、僕今カットしてすぐにやりましたけど、心配な方は、まあ、早ければ3日ぐらいで乾くと思うんですけど、まあ、心配だったら1週間ぐらいこの状態で置いといて、傷口が乾いてから刺した方がいいです。僕はもうそのままめんどくさいんでやっちゃいます。いらないかなと思ったけど、葉差しも一応取っとこうかなね、出たらラッキーですからね。今こうやってばらまいてますけど、まあ、こうやって土に差し込む方法もあります。まあ、刺してやった方が根っこが土の中に入りやすいので、後々の管理が楽なのは刺した方。あ、これもう芽出てこないなとかってなった時にすぐ取り除けて楽なのは転がしておく方かな。はい、まあ、そんな風に僕は考えてます。はい、こんな感じでできました。なんかこう短くなって、売られているエケベリアっぽくなりましたね。これはこれで可愛いです。じゃあ次は管理方法の紹介をしていきます。で、まずこの切った茎。傷口乾くまでは水やらないです。っていうのは土が濡れていると水吸い上げて、この切り口のところから水湧いてくるんですよ。で、なかなか乾かなくなるので、この傷口がもう目で見てこう乾いてるなっていう風になるまでは、水切っておきます。あ、なので、ちょっとこれ最初伝え忘れたんですけど、胴切りをする前は、まず一旦水やります。これ以前紹介した動画の時は、もっと葉っぱシワシワになってたと思うんですけど、水あげて今パリッと張りました。シワシワの状態で胴切りをすると、水分不足で発根しづらかったりとか、発根はしても下葉がやたら枯れ込んできたりとか、そういうこと起こりやすいので、一旦水は満パンにしておきます。で、満パンな状態で土が乾いたら胴切りをします。そうしてやればプリッとした頭も取れますし、土は乾いているので水染み出してこない状態を作ることができます。で、乾いたら通常のエケベリアの管理と同じです。用土がしっかり乾いたらたっぷり水を与えます。お部屋の中で管理してて、水持ちが良すぎる用土とかに植え付けられてた場合は、下から出ない程度のちょろっと水やりをします。これまたハオルチア。ちょろっと。含水量が 50%、60% ぐらいになるような水やり。あとはしっかり乾いた状態で、鉢底の部分、1センチぐらいかな。水溜めて、そこにポチャンとつけて、3秒ぐらいしたら引き上げるみたいな。そういう水やりをすると、底の方はしっかり濡れていて、上の方が徐々に乾いてくる。株元が蒸れづらい。そんな状況を作ることができます。水をかけ流すっていうのは園芸の基本ではあるんですけど、室内栽培の場合は、そこは臨機応変にやってもいいところかなって僕は思ってます。で、ちょっと難しいのは、こっち。頭の方。軸がしっかり乾いて植え付けているのであれば、すぐに水やりに入ってもいいんですけど、もし生の状態で植え付けている場合は、1週間くらい経って、傷口乾いてから水をやります。で、最初の水やりのポイントは、株元のところをちょろーっと濡らしてやります。このちょろっと水やりっていうのは、発根のきっかけ作り。で、その状態でしばらくすると、
動かした時に手応えがあったり、あと用土がそのままちょっと一緒にめくれてこようとしたりとか、場合によっては側面から見た時に、まあ、ピンクとか白い根っこが生えてたりとかしますので、そういう風になったらちょっとこう濡らす範囲を広げてやる。でそうやって育てていくと、だんだん深いところまで根っこが張るようになってくるので、たっぷり水をかけ流したりとか、まあ場合によってはちょろっと水やりで調整したりとか、通常の水やりをしていきます。で置き場所については、まあ僕は育成棟の、まあ、ちょっと外れみたいなねところに置いてるんで、あんまり形良くないんですけど、なるべく光にはしっかり当てた方がいいです。ただ夏場とか強すぎる光にじりじりに当てたりとかすると葉焼けしちゃうかもしれないので、そういう場合は遮光します。で特にまだ未発根の苗に関しては、強めの光に当てると結構しおれちゃう可能性とかもありますので、直射日光の当たらない明るい場所とか、そういうところで養生した方がいい場合もあります。で発根したら、まあギリギリ攻めてもいいかなっていう感じです。で肥料は特にやらないです。ただもしあげたいよっていう方は、多肉植物用に薄めた液肥を月に2回成長期に与えるとか、エケベリアは涼しい時期、春と秋に成長します。ただ肥料をあげると光とか風とかの環境が整っていないと徒長しやすくなるので気をつけてください。ちっちゃくなっても引き締めて育てたいなっていう方は肥料切った方がいいと思います。はい、そんな感じです。まあ、育て方は人それぞれいろんなやり方あるんですけど、一応室内ベースで僕がやっている方法を紹介してみました。参考にできそうな部分があれば参考にしてみてください。どうぞ。およ。はい、今日はこれだぞ。マリー、どうした？お尻が出ております。ん？ねじ、なぜ何？また織姫工房するか。はい、ということで今日紹介したのはこちら、人気のエケベリアルノーディーンの胴切りをしてみました。いっぱい増えてくれればいいな。どのぐらい増えるか楽しみです。今後もいろいろな園芸の情報を発信していきますので、面白いな、役に立ったなという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今日の動画は以上となります。皆さんご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。